ビンツバッハは、ドイツ連邦共和国バイエルン州、ミッテル・フランケンのアンスバッハ軍に属す軍所属し、ビンツバッハは、フレンキシェレーツサと川沿いのランガウと呼ばれる地域に位置する。軍庁所在地のアンスバッハから東に 20km、ニュルンベルクの南西 40km である。地域内をレドニッツ川の支流であるアウラハ川が流れている。本市は、公式には29の地区からなる。 このうち小集落や孤立農場などを除く集落を以下に列記する。ビンツバッハは1138年に初めて文献上で言及され、1278年に都市権を与えられた。2003年にはビンツバッハ市725年祭を祝った。ビンツバッハの視聴者市議会は21議席である。 ビンツバッハは、ビッケルスグロイトからペータースワウラ派及び、ノイエンデッテルザウを経由して、ビンツバッハに至る、近郊鉄道 R71 の終着点である。ビッケルスグロイトで、ニュルンベルクアンスバッハ線に接続する。ビンツバッハの駅舎は1894年の建築である。ビンツバッハは、アウトバーン A6 号のノイエンデッテルザウインターチェンジ、及びリヒテナウインターチェンジを利用する。 連邦道 B14 号線までは 12km、B13 号線までは 10km、B466 号線までは 6km の距離にある。ビンツバッハ少年合唱団1946年にハンスタムはドレス伝聖十字架合唱団の伝統に倣って国際的に活躍するビンツバッハ少年合唱団を創設した。1978年以降は カールフリードリヒベーリンガーがこの合唱団を指揮している。上の門この町にはかつて5本の塔を持つ史壁が巡らされていたが現在では上の門と下の門及び壁の一部が残されているだけである。市塔の周辺に第二の素晴らしい防衛施設であるアムツブルクが見て取れる。教会広場にも第三の防衛施設である城塞教会がある。 市教会の聖マルガレータ教会は800年頃に建設された教会の後に建てられたものである。1748年から1752年に建設されたラートハウスは歴史的旧市街の中心地に立つ。その近くには1736年に取り壊された古い城跡がある。1737年から1738年にこれに代わって、 財務関連の役所が建てられた。設計は、宮廷建築家、レオポルドレッチと若いヨハンダービトシュタイングルーバーが、行った。この建物は、財務局が利用し、地方行政官の官邸となった。この財務局の建物は2003年から2004年まで、抜本的な改修を受けた。現在は、レイツツメンヒスバルト音楽学校が、その一部を利用している。 レーツサト川の石橋格別な宝物というべき建築物がゴッタースルーカペレである。この建物は1400年頃に行政官であったヘルベルク騎士家が建設し1430年後頃のフレスコンを有している。1790年から1792年にフレンキシェレーツサト川にサガンのアーチ橋が架けられた。1992年に この記念建造物は徹底的な修復を受けた。ショイフェル、ありがとうございます。